2時になりました。東京マーケットワイド、変わってこの時間は投資信託のコーナーです。今週のゲストです、フィンベル研究所代表の野尻聡さんとお電話がつながっています。野尻さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週末はストボの資産形成フェアにも出ていただけるんで、ご覧いただけると思いますけども、今日はそのエッセンスを少しお話し頂戴したいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、テーマとしてはなぜ資産活用が必要なのかっていうところでお話を頂戴したいと思うんですけども、はい、まず1枚目のスライド、なぜ資産活用が必要になるか、はい、人口構成が出てますが。そうですね、今度の資産形成フェスタはですね、はい、資産形成と資産活用両方お話をしようと思っているんですけど、今日は中でもちょっと資産活用のところだけお話をしようかな。でちょっと全体では本当に触りだけになりますので、ぜひ週末聞いていただくといいんですが、それがいいんですよ、やっぱり触りが、はいはいはい、その問題はやっぱりこの大きな人口構造の大きなトレンドだと思うんですね。高齢化比率ってよく言います、65歳以上の比率なんですけど、はい、これずっと上昇を続けて、もう今 28% ぐらい、これが、40% ぐらいになるよっていうのが国立社会保障人口問題研究所の予測から出ているんですけど、はい、数字で見るとこうですね、はい、そうですね。ただよく中身を見ると、これまでは高齢者が増えて比率が上がっていく時代だったんですけど、これからは現役世代が減っていく中で増えていくと、はい、まあ、高齢者の数減らない、増えないんですよ、これが大きな課題でして、はい、で今の、現役層っていうのは将来の高齢者層ですよね、なので40代50代の方々は20年後ぐらいのことを考えると、はい、自分が高齢になった時にどんな社会が来るのかっていうのをやっぱりきちんと目の中に入れておく、視野の中に入れておく必要があるなというふうに思います。だお互い共通で70代の人は約1名知ってますけども、はい、悠々自適ですよね、はい、そうですね、あの方はもうやっぱり、たくさんのお金を持って悠々自適になれるようにするっていうことをみんなで考えていく時代が来ていて、そうですね。でその中で私たちが持っておかなきゃいけない視点は2つあると思っていまして、はい、1つはやっぱり現役世代の方にとっては自助努力っていうのは本当に不可欠になってくるんじゃないかっていうのが、はい、まあ、強い思いであります、それからもう1つは本当に大幅に人口が減るっていう中で日本経済ってどういうふうに、サポートしていけばいいんだろう、支えられていくんだろうっていうのも、はい、考えておく必要があるんじゃないかと思っています、はい、でまず自助努力というのを少しお話をしたいんですけど、はい、次のページのスライドが現役と退職後に分かれてますね。そうですね、はい、でこの赤と緑というか現役と退職後っていうのはですね、山登りに例えてあるんですが、山を登る、まあ、要は資産を積み上げるっていうのが現役の時代の活動で、はい、これを資産形成と呼んでいる、はい、これに対して出来上がった資産を、まあ、取り崩していく、退職後の時代取り崩していく、これを、まあ、山を下ることになぞらえて考える、はい、この時期を資産活用というふうに呼んでいるんですね。なるほど。で一般に山登り登山っていうのは、登りよりも降りる頃の方が大変だとか難しい、はい、危険だと言われますし、それから一般的に山を登って頂上に着いてから、さあ降り方どこのルートで行こうかなんて考える人はあんまりいないんですよね、普通は登る前に下り方もちゃんと考えていくっていうのが、まあ、普通に考えることなんだと思うんですよね、なので自助努力、まあ、今資産形成をやるんだっていう方も実はこの中に自分の視野の中にどうやって資産を取り崩していくのか、活用していくのかっていうのをしっかり押さえておく必要があるんじゃないかというふうに思います。だ野尻さん、よくその使うことも大事だよっておっしゃってますもんね。そうなんですね、はい、貯めると使う、はい、そうなんです、おっしゃる通りですね。使うっていうことに対してもっと神経を、まあ、注ぐ必要があるんじゃないかということで、はい、この辺も週末少しお話をさせていただければと思っています、はい、あとはどうなんでしょう、資産形成、はい、資産活用と資産運用、まあ、これやっぱり違うっていうことですか。はい、そうですね、次のページをちょっと見ていただくといいんですけど、はい、資産形成と資産運用ってなんかよくごっちゃにされてるんですよね、ところが
資産形成と資産活用というのをこう2つセットで頭に入れていただくようになると、はい、これは目的だっていうことがお分かりいただきやすくなると思うんですよね、で一方で資産運用というのは、まあ、株やったり投資信託やったり、まあ、中には現金預金もあるわけですけど、こういうのはそのための手段なんだというところで、はい、この目的と手段を間違えてしまうと、はい、これ本当に大事なことを忘れてしまう、もしくは余分なリスクを背負ってしまうことになるんですね、はい、例えばですけど、毎月1万円ずつを積み立てて、年間1年間で20万円を作る、まあ、分かりやすくするために20万円を作るっていうときに、その資産形成という20万円を作るという目的の達成度は貯蓄でできるかっていうと、貯蓄の場合だと商品手段としてのリスクは、まあ、ほとんどありませんが、はい、資産形成という目的の達成度っていう、まあ、達成の可能性みたいなふうに考えると、これ 0% ですね、まあ時間何千年もかければできますけど、まあ、ゼロですよね。だからこういうふうに目的の達成度と、はい、いわゆる手段のリスクリターンと呼ばれている、はい、ボラティリティとを一緒に論じないようにしないといけないということなんですよね。なるほど。多くの方が資産形成のリスクはって言って、それボラティリティのことを言ってますみたいな聞き方をしなきゃいけないような場合があるんですよね、はい、これは非常に、まあ、厄介な誤解を生んで、大事なメッセージを、大事な鍵を失ってしまいかねないな、はい、とこんなふうに思いますね。だから、まあ、ポイントはやっぱり何を達成するために資産運用をしているのかっていう、はい、ここを忘れちゃって大局観なくして目先だけになっちゃうと何も分からなくなるところですね。そうなんですね、でそこはねすごく大事なことで、はい、私たちは何のために投資をするのかとか、投資で儲けようとするのかっていうところに行くと、はい、やっぱり安心した生活を送りたいとか、子どもたちの世代をこうなんか幸せなものにしていきたいとか、こう考えるんであれば、本当は先ほどもご指摘いただいたように、貯めるだけじゃなくて、それやっぱり使っていくっていうことも大事で、まあ、使いながら運用するっていうふうに考えてほしいですし、まあ、使うことは楽しいですしね。なるほど。あと野地さん、どうですか、その、はい、目的は資産、達成するためっていうこと、はい、その目的もこれ曖昧模糊にしちゃいけないってことですね。より具体的な目的を持ったらいいんでしょうね。そうですね。次のページを見ていただくと、はい、何のために使うのかとか、使うことが楽しいっていうときに、私はいつもこの個人資産3000兆円っていう話をよくしているんですね、はい、これは個人金融資産に個人が保有している土地の部分も含めた、まあ、いわゆる金融資産と非金融資産も含めた全部の大きさなんですけど、はい、まあ、残念なことにバブルのピークからほぼ横ばい、失われた30年とはよく言ったなっていうぐらいに個人資産は変わってないんですが、はい、ただ今でも3000兆円ぐらいある、これすごく大きな金額があって、でこのお金っていうのが実は日本の将来を支えていくお金になるはずなんですよね、はいはい、もう一枚次のページに行っていただきたいんですけど、ここです、はい、個人資産3000兆円の、まあ、3分の2を高齢者が持ってるっていうふうに言われますので、3分の2だとすると2000兆円もあるわけですよ、はい、で今年間で相続のお金って50兆円ぐらいありまして、はい、これがまあ、80代後半から90代ぐらいの方が亡くなられて、60代に移っていくという、はい、老老相続で、はい、まあ、退職者世代のところぐる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 回ってるっていうのが、現役世代が来ないんですね。そうなんですよね、はい、全く現役世代に回ってこないだとしたら、はい、この退職世代がもう少しお金を使ってもいいんじゃないかと、どうしてもこう寿命が長くなるっていうとこう、まあ、保守的になりがちなんですけど、はい、それを一歩進めて、使うこと、はい、安心して使えるような考え方や金融商品やサービスみたいなものが出てきたらいいなと思ってるんですね、はい、ちなみに50兆円の1割、はい、5兆円がですね消費に回るとすると、この金額って高齢者が持ってる保有資産の2000兆円に対しては、はい、わずか 0.25% なんですけど、はい、GDP 日本の GDP 今500兆円ぐらいあるわけで、はい、これの 1% に当たるわけですから、まあ、単純に GDP を 1% 押し上げるような、はい、政策でもあるということですので、
まあ、高齢者の方ちょっとあの安心して資産を使えるようにするというのも大事なことなんじゃないかなと思います。これは使うってただ使うってことじゃなくて、はい、やっぱりその自分の未来に関係するようなものにやっぱり使っていくということも重要ってことでしょうかね。そうですね、はい、使い方としてはあの自分の未来、それからあの子どもたちの未来とか、はい、子どもたちの幸せとかっていうことをやっぱきちんとあの視野に入れていきたいなと思いますね、はい、だから今まで その資産運用資産活用という視点の中で、はい、使うというポイントってなかなか指摘していただいた方いないですよね。そうですね、あの使うことがなんとなくだんだん今あの悪いことのように、そうなんですよ、昔からそうですよね、はい、あので特にあの、まあ、コロナみたいなことがあって余計にあの皆さんこう萎縮気味ですので、やっぱりもっと使える方は使っていくっていうのも、はい、あの経済を回していくには本当に大事なことだと思います、ね、はい。まあ、今頂戴したお話が、まあ、あの週末の、はい、資産形成フェアの、はい、入り口、はい、というところですね。そうですね。そうですね、はい、でこれのためにどうやって資産を作るかとか、はい、まあ、そういった話も含めて、はい、少し掘り込んでお話をしていきたいなと思っています。週末は楽しみに拝見しなくてはいけないということになります ね、 ぜひあの見ていただくといいなと思います、はい、これは野次さん方も非常に楽しみ、はい、保存版になりますかね。そうですね、はい、保存版で取っておいていただいて何回も見るっていうのが必要かもしれないですね。そうですね、あのそうしていただくのが一番嬉しいことでは、なかなか1回だけだとそのさーっと見るだけで2回目見るとまた違ったことが出てくるかもしれない。そうですね、あとあの、画像をたくさん用意しましたので、はい、図表をたくさん用意しましたので、はい、あのきちんと見ていただくことも大事なんじゃないかなと思いますね。ストックボイスのためにご尽力いただきましてありがとうございました。とんでもございません、はい、じゃあ週末楽しみにしてます。はい、よろしくどうぞ。野次さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。お話はフィンベル研究所代表の野尻聡さんでした。今もちょっと触れましたけども、そのみんな活用とか運用とか言うんですよ、はい、ね、使っていくことも重要だって指摘してくれたのは野尻さんが初めて。そうですね、使うこと大事ですよね。だからその使い方、まあ、無駄遣いも多いから逆に言えばその無駄遣いをやめるっていう発想もね、うん、はい、多分出てくるんだ。上手に楽しく使う。そうそう、だから結構、ね、無駄遣い多いですよ。はい、携帯電話の明細をチェックするとかね、あはは、いろんなところに改めて見直すっていいかもしれないですね。そうなんですよ、なこの3000は何とかね、はい、毎月引かれてるけどとか、お金を有意義に使う、はい、ということですね、はい、それが重要になってくるということですね、はい、はい。